ジェームズ・ロバート・ジョンソンは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ブルームンジョンソンシティ、出身のプロ野球選手。ウを右と右みち。現在は、フリーエージェント。愛称は JJ。2001年の MLB ドラフト5巡目で、ボルチモア・オリオールズから指名され、プロ入り。その後、約6年のマイナー生活が続いた。2006年7月29日の、 シカゴホワイトソックス戦でようやく先発投手としてメジャー初登板を果たした。しかし、その試合で3回9安打8失点と炎上する。2007年の初登板の試合でも2回に失点と打ち込まれるなどメジャーデビュー当初はほとんど結果を残せていなかった。2008年は開幕直後にメジャー昇格を果たすと、 4月13日に迎えたシーズン1試合目の当番から10試合連続で相手を無失点に抑え7月10日の39試合目の当番で2失点するまで防御率1点台をキープし続けた8月31日のゲームを最後に故障者リスト入りしてしまうが最終的に54試合当番で防御率2.23という抜群の数字を残した2009年も リリーフエースとしての役割を期待されているが、マイナーリーグでは先発を務めていたこともあるため、チームの状態次第では先発投手として登板することも考えられていた。しかし、実際には先発に回ることはなかった。2011年の終盤から不審のケビングレックに代わってクローザーに定着する。2012年はオールスターに初選出され、 9月21日に46セーブ目を記録して、オリオールズの球団記録を更新した。最終的にリーグ最多で球団記録の51セーブを記録し、チームを15年ぶりのプレーオフへと導いた。2013年は、エリックが2位以来史上2人目となる2年連続での50セーブを記録し、2年連続で両リーグ最多セーブを記録した。前年は、 セーブ失敗が3回だけと安定していたが、この年は9回と不安定であった。2013年12月2日にジェマイル・ウィークス、後日発表選手とのトレードでオークランドアスレチックスへ移籍した。2014年1月16日にアスレチックスと1000万ドルの1年契約を結んだ。開幕後は38試合に登板したが、4勝2敗にセーブ。 防御率7.14と結果を残せず、7月24日にディーフとなった。8月1日に自由契約となった。2014年8月5日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。移籍後は、参加のトリプル A 級、トレド・マット・ヘンズで4試合に登板して0勝1敗、防御率3.86だった。8月16日に、 タイガースとメジャー契約を結んだ。昇格後も乱調は改善されず、16試合の当番で防御率6.92と炎上。13.0イニングで12支球、3支球を与えるなど、請球も大いに荒れた。結局アスレチックスとのシーズン通算では4年連続となる50試合以上に投げたものの、 防御率7.099イニングあたりの予し休率5.9と追われで、2012から2013シーズンの2年間で101、セーブをマークした姿は見る影もなかった。オフの10月30日に FA となった。2014年12月3日にアトランタブレーブスと160万ドル、出来高90万ドルの1年契約を結んだ。2015年7月30日にドジャース、 ブレーブス、マーリンズでの三角トレードが成立し、ジョンソンは、エクトル・オリベラ、パコ・ロドリゲス、ザック、バードとのトレードで、アレックス・ウッド、ルイス・アビラン、ブロンソン・アローヨ、ホセ・ペラザと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍した。移籍後は、防御率10点台と大荒れで、10月14日に、ィーフを経て、FA となった。2015年11月30日に、 ブレーブスと一年契約を結んだ。2016年は、クローザーとして起用され、65試合に登板、通算500試合登板を達成した。2勝6敗20セーブ、防御率3.06、ホイップ1.19を記録し、通算150セーブも記録。また、通年成績としては、キャリアハイの脱三新率9.5もマークした。2017年は、 開幕からクローザーとして起用されたが、8月には、アローディス・ビスカイーノに役割を奪われた。この年は61試合登板で6勝3敗22セーブ、防御率5.56、ホイップ1.48と成績を落とした。2017年11月30日に、ジャスティン・ケリーとのトレードで、インターナショナルボーナスプールと共に、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。 2018年は62試合に投げ、5勝3敗に、セーブ、防御率3.84、ホイップ1.36とだった。オフの10月29日に、FA となった。平均球速93.5マイルパーアワーの、ツーシームを主体に、カーブ、チェンジアップ、フォーシームの4球種を持ち玉とする。ゴロを打たせる投球スタイルで、いわゆるグラウンドボールピッチャーだが、 2016年以降は、脱参心率9.00以上と例年よりも大幅増となっている。ありがとうございます。